さっきの、飲み会の、うん。そんな息切れするくらい走って、私のことを追いかけてきて、どうしたんですかあ、もしかして、私、さっきの居酒屋に忘れ物とかしちゃってましたあ、んち、違うんですね。す、すみません。早とちりしちゃって。えっと、 忘れ物じゃないなら、私に何のご用なんでしょうか、うん。その、あんまり心当たりがなくてですね。もしも失礼なこととかしちゃってたら、そのごめんなさいなんですけど。そういうわけではない。で、でしたら、本当に何のご用でしょう あなたの家で飲み直しですかあ、あい,いえ、別に嫌とかそういうわけではなくてですね。あ、それって、そういうことですよねあ。あ、ですよね。わ、私なんかでいいんですか 良さそうな人たくさんでしたし、私なんてただおどおどしてる女ですから、その、選ばれたのが不思議で。<laughs> 可愛いだなんて、そんな照れちゃいます。奥ゆかしい雰囲気が素敵ですか自分のそういうところ、 ずっと馬鹿にされたりしてたので、褒められるなんて初めてで。<laughs> その、とっても嬉しいです。ぜひ、あなたのお家にお邪魔したいです。乾杯 <laughs> こうやって乾杯って声に出すのも実は初めてなんです。 いつもは皆さんの声にかき消されてしまってて自分でも言ってるのか言ってないのかわかんなかったのであなたはさっきの飲み会でもすっごく大きな声でやってましたよねああいうことできるの尊敬しちゃいます私は恥ずかしくてできないですからあ、<laughs> 私実はあなたのこと 少し知ってたんです。何度か大学内で見かけることがあって。いつもお友達に囲まれてて、笑顔で羨ましいなって。私にも、そういう風なキャンパスライフが遅れたらって、何度も妄想しちゃってました。そんな憧れの人と、二人っきりで飲めるなんて、夢みたいです。<laughs> ここ数年の中で、もしかしたら一番テンション高いかもしれません。さあ、お話ばかりじゃなくて、お酒も飲みましょう。<laughs> そうそう、今お持ち帰りされちゃってんの。<laughs> 今月何度目ってわかんない。5回目ぐらいじゃない <laughs> そうそういつもの手法でパクって食べられるふりをしてねあやっぱ起きたかも電話切るねごめんなさい電話で起こしてしまいましたかお聞きになっていたんですねああなら仕方ない そうだよ。私は別に清楚じゃないよ。清楚の皮をかぶったピッチちゃんでーす。イエーイ。メガネとって、髪ほどいてっと。ほら、雰囲気段違いでしょ大学では清楚キャラでやってるの。そっちの方が何かと都合いいから。 具体的にはそうね。君みたいな、生きり陰キャ君が釣れるから飲み会の時から、実は無理してたよね。乾杯の温度取ったり、女の子に話しかけに行ったりさ。あれ当然のように振る舞ってたけど、無理してたっしょ君、大学デビューだもんね。 高校時代は友達少ない陰キャだったけど、大学では女の子といっぱい遊びたくて頑張った感じでも、根は真面目で正進者だから、結局今まで彼女できなかったんでしょう図星だね。<laughs> 顔見ればわかるよ。 飲み会にいたキラキラした子をお持ち帰りしなかったのは勇気なくて、私にしたのは地味でおどおどしててちょろいと思った <laughs> 残念だね。期待してた女じゃなくて。普通の女の子は君のこと生きり陰キャだって見抜けないかもだけど、私はわかるよ。だって、 って君みたいな人に何度も何度も食べられるふりしてきたから私がおどおどしたふりしてるのはね君みたいな生きりんきゃにやる直前に私の本当の正体をばらすのが生きがいなの君たちが一番苦手そうな女だって教えてあげた時のゆがんだ顔 うまくいったって思ってた顔がどんどん歪んでいって泣きそうになるところ本当に刺さるの普通の人とした時とは得られる栄養が違う <laughs> いいじゃん別にどうせ君みたいなのは一生勇気出なくてあたしみたいなのとはできないんだからさ一生に一度の体験じゃん 普通の女の子なら、こんなイキリ陰キャだって分かった時点で、幻滅されてるよ。でも、私は幻滅しないよ。だって、君の歪んだ顔が見たいから。どうせ恋愛体制ない君は、終わる頃には私の虜になってるよ。だからね、私に、溺れよ。